6名さんいらっしゃい。おはよう。おはようございます。いやー、結局興奮して寝れなかったね。えみちゃんおはよう。はい、ワドツアミいらっしゃい。いやー、もうたまんないね。配信楽しくて楽しくて、いやー、もう最高だよ。人生で一番いい時なんじゃないの俺今、うん、ただね、もう今日膝やばい。今日ストレッチやってないから膝やばいわ。桜子いらっしゃい。ゆっちゃんいらっしゃい。おはよう。うん、楽しんでって。バーガープレゼントありがとう。まだ稼がせる気なの俺のこと。いいねー。まだ俺のことを担いでくれんだ。もう今月稼いじゃったよ、俺。ありがとう、アンミ。ガンガンくれい。応援してくれる人はアイテムガンガンください。よろしく。楽しいね。やっぱ稼げるときに稼がないとね。おはよう、ワイリー。うん、最近よく来てくれるじゃん。あれ？声聞こえる？声聞こえてる？なんか音小さくない？あ、どう？聞こえる？あ。はい、おはよう。たくみさんおはよう。どうも、プロです。和道プロです。いや、もうプロ名乗っていいでしょ。うん。おはようみんな。風船10個ありがとうね、えみちゃん。いつもありがとう。聞こえてる？よかったよかった。あ、マッサーキーだ。どうした？ていうか、マッサーキーってあんな感じのコメントだったっけ？お、悪いけど俺なんかアンチコメントみたいな、なんかくだらないんで入れたらブロックするよ。悪いけど今。別になんか、リスナーさんに困ってねえから。傷の舐め合いとか言われた瞬間ブロックするから気をつけて。囲って。ていうか、マッサーキー、俺の放送、登録してる？うん。プロ配信者って自称ですか？いや、もうみんな認めてくれてるね。ぼっちの面白い動画コメ主義さんいらっしゃい。コメントありがとう。メガネさん10個プレゼント。ありがとう、風船。おはよう。おい、ニョロリン、ワドツ。おー、トミコさん、どうもどうも。事故大丈夫でした？いらっしゃい。別にさ、月、ね、15万稼いでたらいいでしょ。プロでしょ。違うの。俺は、そういう認識なんだけど。弱小だとしても、別にそれで飯食っていけるんだったらプロじゃねっていう。違うのかな？みんなの認識は。おい、古代、おー、古代いらっしゃい。朝早いね、ワドツ。あ、いや、もう11時なのか。昼間か。いや、俺朝方、朝7時くらいだと思ってた。いや、どうしようかなと思った、ほぺちゃんマン。いらっしゃい。ほぺちゃんマンってすげえな、これ。よく合成したね。いらっしゃい。どうしようかなと思って。来年の、うん、冬の終わりぐらいになるのかな。多分時期的に言ったら。まあ、だから生活保護制度と会社だよね。人身事故じゃなくて物損事故の事象だから大丈夫だぜ。あ、じゃあ、まあ、首痛いっつってね、保険金たんまり入る。和道さんの声、上司から。優しさがひしひし、嬉しさがひしひしと伝わってくる。まあ、そりゃそうでしょ。嬉しいよ。いやだ、3年間夢に描いて、やっと食ってけてんの。あーちゃんいらっしゃい。どうも。コメントありがとう。昨日は何時くらいまでやってたんですか？結構やってたよ。4時間乾燥2週ぐらいしてるから、8時間ぐらいやって。で、そっから寝てない。ほな、興奮して寝れないから。とりあえず会社ばっくれちゃったから、金曜日。ごめんなさい、電話して。で、アイラの枠30分出演して、コラボ上がってたから。アイラのところで30分話してみようと思ったけど。それで今受話器開いた感じ。昨日、今朝途中で寝ちゃったよ。あ、全然いいよ、全然いいよ。でも結局、トータル稼げたから、目標達成できましたよ。目標達成は。まあよかったよ、本当に。一安心かな。うん。え？音止まった。あ、ループ入れたかったか。ちょ、音楽変えようか。久々。ずっと同じ音楽だから。ちょ、音楽変えます。ちょ、これ、切なすぎるな、うん。これ切ないな。ちょっと待って、変えるわ。さすがにこれは切なすぎる。うん。あ、ありがとう、ありがとう。達成した。みんなのおかげで。ありがとう。もう本当に。すごかったよ。すごかった。あ、これ朝っぽくていいね。これにしよう。ありがとうみんなおめでとうって。全国旅する？旅する？うん。だからあとは生活保護抜けるのと仕事辞める段取りだけかな。来年のいつ辞めようか。引っ越しする準備とか全部決めて。それだけ。
もう本当どうなるかわからんけど。和道さんにあやかろうと。いやー、何それあやかろうって。たかるのは良くないよ。え、BGM 聞こえない？あ。聞こえない BGM。聞こえるっしょ？ほらやありがとう。聞こえない？あ、せやか、ありがとう。うん。音来てない？ん？俺の声聞こえてる？声聞こえてる？声聞こえてる？声来てない？声だけ？聞こえない？声はよく聞こえる。BGM は？あ、わかった。BGM ごめん。俺、これだわ。ごめん。ループバック機能忘れてた。聞こえたでしょ？悪い。ループバック機能忘れてた。今聞こえるでしょ？悪い。俺だけ聞こえる設定にしてたわ。聞こえた？音楽今流れてるでしょ？え？今聞こえない？今も聞こえない？来た？来たでしょ？ハートプレゼントありがとう、蓬莱さん。聞こえた？これ朝っぽくてよくない？皆さん、本日お目覚めの、朝お目覚めの方も、これからお休みの方もおはようございます。和道の異常のゼミナーでようこそ。今日のお天気です。みたいな。天達みたいな。風船ありがとう、松崎。蓬莱ありがとう。いっぱいありがとう。初見さんいらっしゃい。楽しんでってね。なんて読むんだろう。もんちゃん、もんちか。もんち、ありがとう、コメント。面白かったらでいいんでフォローしてください。これ、ボサノバなのかな？これ、ボサノバか？ちょ、ポップ系のボサノバだね、多分ね。まあ、昼だけどね。今日テンション高いね。だってさ、だって稼げちゃってんだもん。楽しいよ。なんか料理始めそうな。俺なんかこう朝番組のオープニングって感じがするけどね。朝番組のオープニングっていう。風船10個ありがとう、小田井さん。ありがとう、みんな。稼がせてくれてありがとうね。ガンガン稼ぎましょう。よろしく。いいね。楽しいね。風船10個ありがとう。いいね、いいね。いやー、まったりやって囲われるのは最高だよ、本当に。本当に最高。超楽しいよ。やっぱね、楽しいことを仕事にしたら、やっぱ生き生きしますよ。何箱？今日は2箱ぐらい吸ってるね。1箱半っていうか。おう、神仙人おはよう。おはよう、楽しんでって。結局寝てないけど、寝てない。これから寝るための枠だね。お休み枠です。楽しんでってください。まあ、昨日ね、いろんなことがありすぎて、興奮してるから寝れないよね。なかなかね、寝つきが悪いっす。ああ、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。また来てね、あーちゃん。もしよかったらフォローしてってください。ありがとう。また来てね。いやー、いいね。来月の目標はあれだな。25万だな。12月は25万ぐらい稼ぎてえな。いろいろありましたね。ある意味歴史的な配信だった。そうだね。結構なんかいろんなことがわちゃわちゃ起こる時期だね、最近は。いい男泣きでしたね。泣くよ。恥ずかしいけど泣くよ。俺だってさ、感極まる時ぐらいあるんだよ。配信で泣いたの2回目かな、本気で泣いちゃったのは。フォロー済み？あ、ありがとう、あーちゃん。昨日寝ちゃったけど、今ツイッター見たけど、彼女大丈夫？あ、大丈夫、大丈夫。首がっつりもうメスで切っちゃって、もうちょっと場所間違えてたらあれ死んでたよ。頸動脈ギリギリばっかり切ってて危なかった。あれは切り場所間違えてたら死んでたよ、本当に。まあ、だから俺のこと命がけで本当に愛してんだよ。
本当に恋愛を命がけでやってるから俺の彼女は。大丈夫、なんとかなったよ。まあメンヘラメンヘラ、うん。だけど俺は別にメンヘラに偏見とかないから。うん。おー、モンチハートありがとう、ありがとう、嬉しいよ。えって何、何がええの。 BGM 戻したね。やっぱいつもの BGM がいいなと思っていっぱいパコロ話したせいだな、ごめんね。あのね、ちょっと冗談聞かないから、うん、なんか結構ネタでね、みんな盛り上げて言ってくれてることが結構真に受けちゃったりするから。そう、メンタル弱い時期とかあんまり、だからその女関係のネタ冗談でもやめた方がいいなと思ったね。彼女は家に帰った。うん。で、LINE 来たよ。なんか迷惑かけてごめんって。だから迷惑はいっぱいかけていいんだよって。付き合うって迷惑かけることだからって。だから俺も迷惑かけちゃうから謝らないでって。ただ命は大事にしようって。あと一緒に生きてこうって。うん。一緒にそばにいようっていうことを言って。おやすみって言って。仲直りし。あ、そうそう、そんなことあって。昨日大変だった。もうわっちゃわちゃだったんだよ、昨日。で、彼女が首切って自殺配信、配信じゃないけど自殺未遂しちゃって、別れる別れないで揉めて、でもね、スクワットは100回以上やって、膝が今痛いんだよ。スクワットで。でもなんか、執行猶予も解けて、うん、結婚しようって言ったね、うん、昨日。俺がもし配信で食っていけるようになったら、30万とか40万稼げるようになったら、結婚しようって、一緒に生きてこうっつって。お、ポコさんバーガーありがとう。ポコさん初見さんかな。ありがとう。面白かったらフォローしてください。マリちゃんコメントありがとう。まあまあまあ。まあいいじゃないですか。危ないですけどね。まっさきありがとう、風船。チオワド2。おはよう。そうだね。うん。執行猶予、何があったし。え、知らないの、うん、俺詐欺師で有名なんだけど。4年前ヤフーニューストップに載っちゃったんだ。うん。4年前過ちを犯しましたね。ちょっと。うん、弁当が溶けたんですよ。風船10個ありがとう。大事に使うね。ありがとう。初見さんか。まあまあまあ、結構悪名高いんですよ、僕。うん、面白かったらでいいんで、ディープインパクトさんフォローしてってください。競馬好きかな？この名前は。おはよう。昨日びっくりしたけど、安心した。ああ、あまねくん、ありがとうね。心配してくれてありがとう。うん。TJ みたい？ TJ って人誰だかわかんないから。わかんないけど。あまねくん、風船ありがとう。子供は何人欲しいですか？ああ、ごめん。それ、ちゃんと言っとこうか。結構ね、みんな子供作れよとか、その、ね、冗談で言ってくれるんだけど、これ、ちゃんと言っとかないといけないなと思ってて、それ結構冗談通じなくて、のんたん手術して子宮がないんだよ。だからそれ結構、ネタでさ、済まないから、あんま言わないでほしい。うん。悪いね。うん。そうそう。子供できないんだ、俺ら。うん。悪いね。わかるよ。みんながそういう意味で言ったんじゃないんだろうけど、結構のんたんがコメント見てそれで傷つくから。うん。ちょっと、子供系のネタはやめてあげてほしいかな。テープのマスクどこ行った？テープのマスクは、あれは捨てた。だけど、新しいのあるよ。見る。あ、全然気にしないで、ワイリー。だけど、あんまりそれ、ね、彼女傷つくから、言わないであげて。あれはね、いや、新しい新作見る。新しい新作結構かっこいいよ。うん、おはよう、のんのん。おはよう。これが今作ってる新作だね。クオリティ高いでしょ、前回より。まず大丈夫、大丈夫。ありがとう。うん。無事に帰宅しました。すごいクオリティ高くない？プラスチックですよ。プラ版で作ってますよ。すごいでしょ？今回。いや、まあ、色塗ってないからだよ。ちゃんと型取りしてるの。うん。色塗ったから多分いいんだよ。ちゃんと、この素材で作ってるっていうのが、新素材和銅マスクだよ。
前の方がいい？ポコ。趣味だね。うん。趣味だね。まあ、ちょっと顎ずれてるけど。微調整が必要だね、これ、まだ。うん。ハンニバルライジングっぽい。俺も好きだからね、ハンニバル。ハンニバルレクターね。何のマスク？いや、配信用のマスク。うん。マスクマンになろうかなと思って。うん。まあ、趣味だね。うん。こうか。うん。これを黒で塗ろうと思ったよ。ちょっと顎を尖らしすぎてんだよね。顎を作りすぎてるから。まだ、ジャストフィットではないけど。これを真っ黒にしようと思ってるね。黒で。まあ、こんなの作ってますよ。おい、ふわふわ、いらっしゃい、ワドツー。楽しんでって。おはよう。いいね、うん。顔隠すよ、変身用、変身用でしょ。男の子は変身したいでしょ。なんで顔隠す必要があるんだよ。変身用ですよ。当たり前じゃないですか。そんな言わなくてもわかるでしょ。変身用、変身用。そう。顔マスクをかぶると人格が変わるんですよ。いやー。あー何食おっかな。ホイコーロー弁当と唐揚げ2つ食ったからな。あ、お菓子あるんだ。さっきファミリーマートで買ったんだよね。100円。ビターチョコリング。後でこれ食べるわ。顔の輪郭、そうそう。だから、下膨れって呼んでんだけど。自分のこと下膨れって呼んでんのよ。うん、いや、最近太ったかんね、急激にね。まあ、ちょっと顎を尖らしすぎてるから。うん、サディストがマゾヒストみたいに。わかんないけど、そこまでキャラ変はしないけど。うん。うん、いや、俺全然お菓子普段食わないんだよ。珍しいんだよ、スナック菓子食うの。俺、スイーツが結構好きで、ケーキとかよく食べんのね。シュークリームとかよく食べてんだけど。たまーにお菓子食べたくなるんだよ。たまーにね。で、コンビニ行ってもスイーツ食べたいなって思わなかったから、じゃあ何食おうかなと思って、スナック菓子100円で売ってたから、あ、じゃあこれ食べてみよう、みたいな。まあ、これ食ったことあるんだけどね。うまいから。うん、ちょっとつまみながら。でもなんかあれだな。そろそろ痩せような。うん。カウントさん大切にしてあげてくださいね。俺大切にしてるわ。なんかさ、気持ちわかるんだけど、エミちゃん。なんかそれ言うとさ、俺が大切にしてないみたいじゃん。俺めっちゃ大事にしてるから。めちゃめちゃ大事にしてるから。わかるよ。さらにってことだろうけど。なんかいきなり、カウント大切にしてあげてくださいって言われたら、俺がなんか普段大切にしてないみたいじゃん。和道龍二はこのマスクをつけることにより和道マンへ変身するのである。そういうのいいね。そういうなんか映画っぽくしたよね。このマスクをつけるとって昔のアニメみたいに解説入るのね。いやいや、いいよいいよ、エンジさん。いや、冗談ね、冗談。すごい嫉妬深いから、ネタでもなんか和道さん好きとか絶対ダメ。和道さん会いたいとかもダメ。ほんと、シャレじゃ済まなくなるから。そういうのは、ネタでもダメですね。ほんとに、すごい繊細な心を持ってるから。そういうのはもう徹底スルーですよ。今後は。70名さんいらっしゃい。おはよう。わかるね。うわ。食うもの拒まない、去るもの追わないから。来るもの拒まない、去るものは追わない。うん、それが俺のスタイル。うん、俺のやり方。仲直りっつうかなんだろうね。仲直りっつってもまあ、うん、俺はだからずっと言ってる通り別に嫌いじゃないから、ノンタンのこと。喧嘩したわけじゃないから。ていうか、ノンタンと喧嘩したことは一回もない。ただ、その意見のすれ違いがずっとあって、ノンタンが鍵を返したりとかあるけど。まあ、仲直りっちゃ仲直りかもしんないけどね。若おはよう。いらっしゃい。鍵返された。鍵返されたのは事実、事実。うん、朝起きたら鍵がポストに入ってて、荷物が全部なくなってたから。うん、よかったよかった。うん、俺には彼女が必要だよ、うん、何もできねえからさ、うん、支えてくれてる人がいっぱいいないとダメなんだ俺は。昨日から初見なのですか。え、そうなの。和道さんトークのみの配信ですか。レポとか。レポって何。何レポって。俺は外配信、雑談、
あと何やる？まあ、バカっぽい企画とかコラボとかやったりとか、あとはお仕事で司会とかも最近入ってきてる。食レポ嫌いなんです。食レポやんない。料理配信はめったにレア。もう数えるぐらいしかやったことないよ。ただ、食べるのも好きだし、料理を作るのもぶっちゃけ得意です。うん。ツイッターに写真はあげるんだけど、食うの嫌い、食ってる姿を人に見せるっていうのは癒やしい行為だと思うの。俺は。その、食事って命をいただく行為だから、ちゃんとやりたい。ちゃんとご飯食べたい。あと、一緒に食べてる人と、ちゃんと話したいから。そう、食いながらくちゃ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 やってるやつ見ると不快なんだよ、俺。食べ物を粗末にしたり、ネタにするの大嫌いな。うん。だから俺は、あんまり、食事関係はちゃんと食事の時間大事にするタイプですね。たまーに食うけど、でも、食うっつってもリスナーさんからもらったものとかだね。うん。リスナーさんからギフトでいただいたものを配信で返すって考え方だから。それはやるけど、基本的には食事系はあんま好きじゃないです、僕も。あ、そうなんだ。いいじゃん、いいじゃん。料理できる男はモテるよ。まあ、トーク中心、そうだね。トーク6割、外配信が3割ぐらいかな。割合的に言ったら。でも今後は多分外配信っていうか旅配信が始まるから、もうずーっと外だろうね。ずーっと外で雑談。配信スタイルはガラッと変わると思う、来年から。一回ね、1ヶ月間ぐらい、旅配信はやったことあるんだけど、宗教、ビジネス、サブカルチャー、それが和道の異常の全部だ。そうだね、俺の得意分野は宗教、ビジネス、サブカルだね。ただ最近ビジネスの話はもうやってないけど、いや、パソコン配信ですね。僕は画質にこだわってるんで、スマホでなんか簡単に配信するの嫌いなんですよ。なんか俺はやっぱニコ生出身だから、こうやってジロジロ見られながら、あいつ何やってんだろうっていう配信が好きなんですよ。私が料理できないから、彼氏は仕事できないから、私が仕事してる。いいじゃん、役割分担。大事だよ。一緒に生きてくっていうことは、足りない部分を補う。人という字は、ってやつですよ。金八先生風に言うと。いいんだよ、それで。足りないものを補うために、人間は生まれてきたんですよ。神様、ね、神様だったらね、何でも一人でできちゃうけど、人間は神にはなれないから。何かしら得意な部分と不得意な部分を持ってるから。そのデコボコがある。そのデコとボコが噛み合う人と一緒にいるべきだよ。男でも女でも。それが助け合い、支え合いだからね。なんかね、携帯でこうなんか、こうやってやってんの好きじゃないんだよね。画質も悪いしさ。今私の横で寝てます。いいじゃん。幸せだね。ビジネスはもともと俺19歳からずっと自営業やってたんですよ。で、会社経営もやってたし、まあホームレスになったこともあるし、六本木ヒルズの最上階からホームレスまで落ちた男っていう。あと上場企業の社長と一緒に講演会やったことも何度かありますし、だからまあそういう経験からビジネスを語ることは多いですね。いろいろ語りますね。日本誕生の神話でもそういう話ありましたね。ああ、そうなの？わかんねえ、全然。俺、神道は疎いんだよ。神道の勉強したいなと思ってて。古事記と、なんだっけ。古事記とあとなんだっけ、もう一つ。もう一つ読みたいなと思ってるんだけど。また、底辺から六本木ヒルズのてっぺんに登っていくんでしょう。いや、それがね、わか。配信で稼ぎたくなってきたね。月、500は取りたいな、今。月500だと年収6000万でしょ、うん。それくらい取りたいね。月500万ぐらい。うん、まあ、5年先になるか10年先になるかわかんないけど、一番脂が乗ってるね。30代後半から40代前半で、もうかっこいい生き方したいよね。ああ、車の外配信？ああ、つって。フェラーリでしょ、つって。フェラーリ以外外配信認めねえから、つって。かっこよくない？あ、バカじゃないのつって。5000万以上は車じゃねえからつって。うち違うよって機材がつって。そういうことやりたいな。そうだね。オンリーワンの配信者になりたいね。私は余分なところがある。私は足りない部分があるわ。合わせてみよう。デコとボコがあるね。話聞きやすいし、うまいのね。もともと、だから営業マンで、個人事業主で、年
間の売り上げ4800万とか、もう23の企業の時は違うから、個人成績で 年間4800万の売り上げ上げてたのが確か26歳の時なのよ。だから人生経験並みじゃないっすよ、うん、いないでしょ、周りにいないでしょ、26歳で個人成績の営業成績年間2800万っていないでしょ。うん、結構面白いことやってきたんだよ。アップル製の機材使ってないと配信者じゃねえとか言いそう。あ、でも昔はそれ思ってたね。俺ずっとアップルで配信してたから。今はレッツノートだけど。チーコさんいらっしゃい。初見です。アイラ様の枠潜ってました。あ、ありがとね、チーコ。ごめんね、コメントスルーして。今見てる？チーコ。見てたら手挙げて。ごめん、スルーしちゃって。チーコ見てたら手挙げてください。ハートありがとう、チーコ。ありがとね。うん。すごいね、やっぱ。アイラ様って呼ばれてんだね。アイラって。すげえな。ありがとう、チーコ。チーコさん、ハートありがとうございます。もうアイラとは昔から仲いいんですよ。正直、俺イケメンでもないし、なんかタイプが全然違うんだけど、あいつとは昔から初対面の頃から気が合うんだよね。スカイプで話した時から。なんかもう何でも話せるみたいな。はい、こんにちは。夏目ちゃんいらっしゃい。楽しんでて。なんか不思議なんだよ。話が面白くなるように気をつけてるってことありますか？これは重要なこと。あのね、じゃあ話し方講座やってあげようか。じゃあ、つまらない配信者の特徴。あ、何々さんいらっしゃい。あ、私はですね、配信を始めて、今日で3日目になるんですけれども、コメントをもらったのが、すごく嬉しくてですね。いや、まあ、配信って言っても、まあ、私の、まあ、私生活をダラダラ喋るだけなんですけれども。わかる？仮想配信者ってこういう喋り方するんだよ。わかる？あ、コメントありがとうございます。コメントしてくれて嬉しいですって。わかるでしょ、みんな。これ。これわかるでしょ。アイラめっちゃ仲いいよ、昔から。わかるでしょ？なんとなく仮想配信者のオーラがプンプンしてるでしょ。要は、一番大事なこと。レッスン1。レッスン1。抑揚。レッスン1。抑揚。要はね、話っていうのは高低差なんだよ。高低差。要は、ね、みんなわかる？これが重要なんだよ。っていう、その強弱もあるんだよ。声の張り、それから、ちょっと聞いてくんない？いや、これ内緒だよ？っていう、この緩急なんだよ。おって引きつける。要はね、リズムなんですよ。リズム。音楽なの。配信って歌なんだよ。奏でちゃいなよ。自分っていう声の楽器を。リピートアフターミーだよ。そう。あと基本的に元気だよね。もう。こんな小学生でもわかることだから。ポジティブにいかない。だから抑揚がなくて強弱もなくて感情が入ってこないの。いや、だからまあ僕配信やってるって言っても強弱すごい大事だと思うんですよ。配信ね、やっぱり声の張りとかすごい重要だし、まあ配信って抑揚がすごい重要だと思うんですよ。だから僕は結構その声の強弱とかを結構気をつけてる方ですね。声にやっぱり強弱がないと全然話が入って全然入ってこないでしょ。今全然話入ってこなかったでしょ。もうつまんねえってなったでしょ。これだから。これが違うんですよ。もう3年半になると思う。もう喋りですよ。言霊届けちゃいなよ、みたいなね。これこれ。うん。俺はね、本気でやってるから。でしょ？わかるでしょ？だから、もし、俺が今言った喋り方してるやついたら、抑揚だよって言ってやれ。この世界で上に上がっていきたかったら抑揚だわ。これが和道流配信論だよ。和道流配信術だよ、これが。新しいフォロワーさん紹介します。夏目ちゃん、しげしさん、フォローありがとう。大事よ。でもこれは人と話すときは全部そう。そう。ゆいかさんもついてた。いや、和道よ。いや、俺。いや、だから配信っつうのはよ。お前分かってねえな、お前。ワード。だから、おめえの喋り方はよ、一方的に喋りすぎなんだよ。うん。はい、ワリーさんいらっしゃい。いや、だから、うん、メガネさんいらっしゃい。特徴あるよね。ゆいがさんもね。そう。こういうの、こういう特徴のある喋り方するのは大手に行くよね。ズバッと入りますよ。はい、マリア、グッモーニー。すごいたくさん喋る人でもうざかった。感じるだけなのはそういうことか。そう。多く喋ればいいっていうわけじゃないの。強く
そして優しく喋ること、スピード、緩急、抑揚、声の張り、メリ、張りだから。リア充と非リア充の違いにも当てはまりそう。あ、まあまあ、そうだろうね。喋りが上手いと、論理的だとか頭がいいって見られやすいの。本当に勉強ができるかどうかは関係なくて、うん。喋りが上手い人は頭がいいって見られる。だから芸人さんモテるんだよ。おい、フォローありがとう。新しいフォロワーさん紹介します。アイラ様から、チーコ、フォローありがとう。あざす。うなのガラガラ声はなぜかつぼる。いや、だからよ。いや、ワイリーよ。なあ？いや、俺の声はよ。配信やっててよ。ああ、ハマるんだよ。わかるか？いや、まあ俺もまあ配信やってよ。長えけどよ。ああ。なあ？聞けるだろう。いや、これがよ。おいちゃんの配信だよな。ああ、投げるけ。ああ、声質が抜群にいいよね。声質が抜群にいいんだよ。はい、おはよう。ハンマーガーありがとう。そう。これはね、声のね、質がね、整数字倍音とか、声の通りの問題なんだよ。俺はアナウンサーとかに向いてる声なの。要は意味が伝わりやすい。的確に伝わるの。だけど、心地いいなとか、要は、赤いリンゴに唇寄せて、みたいな。要はこういう、田中角栄とかもこういう喋り方。うん。要は、ガラガラ声で、ザワザワ声っていうのは日本人好きなの。リコーダーと尺八の違いの。要は、ウナは尺八なの。安心感があるの。あ、イボおはよう。そうそう、落語ですよね。ソーダさんの言う通り。伝統芸能みたいな感じ。ずーっと聞いてられんの。パコおはよう。はい、パコさんおはよう。まあまあ、いろんなね、奥が深いですよ。奥が深い。声も勉強だし、喋り方も勉強だし、手振り身振りをつけるか、全然変わるから。伝わり方が違う。そう。俺は、こう、伝えるためにやってるから。伝えたいことがいっぱいあるんだよ。そう。メッセージがあるからね。リスナーはリッスンだから。聞きますから。聞かしていただきます。平泉の聖の声はみんな好きですよ。平泉聖って誰だろう？あー、はいはいはい、わかったわかった。はいはいはい、いい声だよね。ヒロキュンいらっしゃい。楽しんでって。ナイス、ナイス視点。そう。だからね、実は、ただ喋ってるように見えるでしょ。いや、寝てない今日、一睡もしてない。ただ喋ってるように見えて、実はめちゃめちゃ難しいことやってんだよ。冷静に考えてみてよ。だってさ、おい、バカがよ、おい、筑前煮によ、おい、入れねえだろうがよ、里芋なんかよ。つって、千人の人が見るんだよ。千人が、こんな筑前煮の話で盛り上がるんだよ。すっごいテクニカルなんだよ。うん。すごいですよ、これは。確かに一つの話題でかなりいろいろ広がりますね。広げられるかどうかだよ。似てるだろ？子供休みなのでご飯食べさせます。またお邪魔させていただきます。おい、チーコ、風船ありがとう。また来てね。あ、チーコ、ありがとうよ。いつもありがとう。いいね。大事よ。まあでもキャラクターだよね、やっぱり。キャラクターが大事。だからね、イケボ配信とか騙されたらダメだよ。うん、だって、ちょっと画面見ないでイケボ配信やろうか。あのね、声をね、低く出すんだよ。もっと、今は、さっきはさ、鼻の方のところで声を出してたんだけど、イケボ配信者とか、なんだろう、女の子がいいなっていう風に思う配信って、下の方で出すんだよ。そう、イケボって誰でも作れんの。うん、あれ騙されたらダメだよ。イケボでも、なんでもねえから。モノマネに、まあだから、昔よくやってたのは、まあ、ケイン小杉とか、ケイン小杉とかかなり似てるって言われたけど。うん、あと、テリーとケイン小杉、三輪明宏とか。うん。
あと矢沢永吉とか。な、一番ね、安定して、あ、わかるっていうのは、ケイン小杉とか、三輪明宏とかね。あと、稲子とかもやる。あ、友達以上恋人未満な人が欲しいな。セフレって言うんだよ、それ。セフレだよ。やっぱりあのガラガラ声卑怯だわ。面白いよね。あの声は魅力的だよね。聞けるんだよな、チャンマンの放送は。ちょっとだけガクトに似てた。あ、似せようと思えば似せやすいよね。いや、だからよ。千人、お前、亀千人よ。何回言ったらわかるんだよ、おい。だから、俺詰めてもしょうがねえじゃねえかよ。なあ。おい、マリアいらっしゃい。いや、だから、ピザじゃねえよ。だから、お前さ、配信者だったらさ、わかるだろ？なあ。俺を詰めてもしょうがねえじゃねえかよ。っていう喋り方だね。ちょっと、今似てなかったけど。あ、わかるっていう。ツボ押さえてるっていう。でしょ？なんとなくゆいがさん入ってたでしょ？そうそうそう。な、今はちょっと似てなかったんだけど、まあ似せることは可能だよね。まあ、あと、イダコーなんかクリソツじゃない。あ、すげえ、あ、すげえ、ここ行きます。あ、皆さん、あ、よくいらっしゃい。ありがとうございます。そうですか。あ、うちの親父は、あ、全然、金持ってますから。働く必要ないですね。ヤピ。ね、もうクリソツだから。特徴つらい、特徴の、ある特定の一部分を捉えて、それを10倍増しにしたら、モノマネで誰でもできるから。うん、誰でもできる。その人が持ってる一番面白いところを引っ張り出して、それを広げるの、10倍に。そうすると面白くなるんだよ。そうそう。あと悪意で。あとスパイスで悪意を入れると、面白い配信できるよ。あと、三輪明宏もやろうか、じゃあ。あ、じゃあ、ケイン小杉やってみようか。まずは、あ、これエコー聞かせない方がいいパターンだ。僕の上腕二頭筋をビルドアップさせます。毎日日々トレーニングをしていくことで、そうです。安心と信頼のパートナー、Century 21。これでケイン濃すぎだよね。滑舌の悪さだけ。だから、いかに悪意を込めて滑舌を悪くするかだよね。稲子をツイキャスやってたよ。うん。ニコ生やってんじゃないかな、わかんないけど。和道さんの喋りのテンポが気に入ったのでフォローさせて、ね。アザース、ヒロキュンさん。アザース。新しいフォロワーさん、じゃあ紹介しようか。あ、新しいフォロワーさん紹介します。ヒロキュン、フォローありがとう。あとは、まあ、テリー伊藤とかやってみようか。うん、似てるか似てないかじゃなくて、はい、モノマネは勢いだから。だから最近の女子高生はダメなんですよつって。だ、全然、私はあんま似てなかった。あのね、モノマネって勢いじゃダメ。うん、今の事故った例だから、放送事故ではある。これはもう忘れて。うん、今のはなかったことにしよう。うん、モノマネは勢いじゃないわ。似てる時と似てない時あるから。似てる時とに、三輪明宏やってみようか。最近の、ここ女子高生たちを見てごらんなさい。本当に愚かよね。昔の日本人は、本当に綺麗な心を持ってたのよ。青もネイルだとか。スカートの丈とかもう本当にもう全然美しくないわね。本当に。私の前世、ピカチュウ。似てるだろ？三輪明宏。金梅さんできるかな？ああ。金梅さんできねえわ。やめとこう。女子高生の話題、天丼。大体なんか俺の印象って、三輪明宏はなんか女子高生をディスしてるっていう今、イメージだね。いや、モノマネ枠っていうか。モノマネ枠っていうか、リスペクト枠だよね。リスペクトがないと、基本的に好きな人しかモノマネってできないから。うん、稲子わかんない人いるんだ。伝説の親父さんいらっしゃい。コメントありがとうございます。稲子を知らない人もいるんだなぁ。まあ、ニコ生出身じゃないと分かんないかもしれないですね、稲子ね。うん、
じゃあ、オーラの泉風にやってみる。俺の放送。今日は皆さんは私の放送に、生放送に来てくれて本当にハッピーだわ。最近の若い子みんな悩みを抱えてるから、本当につらいわね。みんなの悩みをね、相談していこうと思うけど、なんかミル姉さんみたいになってきた。フォロワー、フォロー外す？すっげえ、でもこれ配信の寒い、俺の画面だから三輪が入ってこないだけで、三輪明宏のバーンって、あの、黄色、金ピカでね、やったら絶対ウケると思うよ。うん。抑揚っていうかね、変なビブラートと抑揚が。だからもう、だからもう日本語じゃなくてもいけるの。ピカチュウな、伝わるでしょ。あのね、もう、その、と、なんかもう、ふわーんってなってれば大丈夫なの。内容じゃない。三輪明宏はツボ押さえたらすげえやりやすいんだよ。ミル姉さん懐かしいな。面白いわ。三輪明宏一回会ってみたいな。大好きなんだよ俺三輪明宏。すごいらしいよ生で会うと。もう奇跡みたいな人なんだって。なんかねピカチュウのイメージが強いんだよな俺。三輪明宏がね笑いを取るとき自虐ネタでピカチュウって言うんだ。この髪の毛ピカチュウよっつって。ゴルゴいらっしゃい、こんにちは、おはよう。よし、あと18分で放送終わりにしよう、寝よう。寝てないからね。FC2 動画を見て寝よう。配信の時話題なくしたらどうしてるんですか？いい質問ですね。リスナーさんが助けてくれます。ある程度の配信者になると、リスナーさんが盛り上げてくれるいいリスナーさんがつくんですよ。そのリスナーさんをつかむかどうかで、配信者は大手になれるか、中堅になるか、過疎配信者のままか。要は、面白くて話題が豊富な、いいリスナーさんを何人も捕まえること。これがね、配信のコツです。そう。実はね、面白い配信っていうのは自分で作るもんじゃないんですよ。実は配信者がいつもヒントをくれるから、そういう、いいリスナーさんと出会うかどうか。それ。三輪さんの逸話ね、すごいよね。リスナーさんがつくまではどうされてましたか？ひったすら喋ってた。言っとくよ。俺、3ヶ月前、アクティブゼロ。3ヶ月前、アクティブゼロ。アクティブ2とか。ずーっとこの調子で喋ってた。コメントゼロで30分間この調子で喋り続けることができないやつは、配信やる資格ない。パフォーマーの資格ないのよ。かまってかまってだから素人なの。パフォーマーだったら見せなきゃ。リアクションが欲しかったらアクションからなんだよ。リアクションだから。でしょ？リアクションなの。アクションに対するリなんだよ。反応なの。そう。だからアクションが起こさない限りリアクションはない。俺はだからずっとアクション起こし続けたから、リアクションをもらえるんだよ。いただけるんだよ。あとは、そっからはもうアクションとリアクションの、アクションとリアクションの、まぐわりですよ、この放送は。のんたんと？うん、大丈夫だよ。いい感じ。うん。のんたん帰って今家で寝てる。ご心配おかけしました。いい感じです。チーいらっしゃい。楽しんでて。残り15分だけど。すごく優しい闇金牛島くんに見えるのは私だけ。なんかよく言われんだけど、俺闇金牛島くんの前から丸メガネだし。逆になんか、向こうがパクったんじゃないのぐらいでいるけどね。全然意識してない。まあ、山田、なんだっけ？山田孝之だっけ？は大好きだけどね。
名俳優だと思うし、若手で一番好きな俳優だけど、別に意識したこと一回もないけど、まあ一日三回ぐらい言われるね。なんか牛島くん意識してんのって。黒い服しか着てないんですよ、僕。結構アスペでこだわりが強いんで。黒い無地の服しか着ないって、買わないって決めてて。で、丸メガネで、ヒゲ生えてるから。だから、まあ、悪っぽい顔してるから。全然ただオタクなんだけど。それでなんか言われます。正直漫画かなり読んでるんだけど、闇金牛島くんそんな好きな漫画じゃないですね、僕は。なんか人が不幸になる話嫌いなんですよ、うん、まあそうだろうね、うん、今日夜っていうか起きたら配信するよ。アスペなんですか。アスペと注意欠陥多動性障害 ADHD なのね。アスペの方好きですね。あ、そうなの。結構俺は特殊なアスペなんだけどね、コミュニケーション能力は結構高い方だし、知的障害伴ってないから、なんだろう、高 IQ の方の、高 IQ の方のアスペだから。ただ、文脈が読み取れなかったりするね。文章が読み取れなかったりする。要は相手の気持ちがわからないとか、文章を読んでも相手のニュアンスが伝わらないっていう。そうそう。まあでも配信ではあんまりアスペは出ないけどね。仕事してたりとかリアルに付き合ってる人がいるとやっぱ不具合が出てくるよね。論文のアツシはアスペではないと思うけどな。あれは空気読めまくるし、あれはアスペだとは思わないかな。アスペだなと思うのは、イチローとか、スティーブ・ジョブズとか、あと誰だろうな。アスペだなと思う。イチローはもう典型的かな。この顔で利息、トイチアって言われても、10日で利息1円かと思ってしまう優しい顔。わかんないけど。闇金はね、別にわかんないけどね。あ、石橋貴明さんもそうなんだ。あ、でも石橋貴明は確かにアスペっぽいよね。あ、転換なんだ。彼氏は打つなんだ。転換大変だよね。倒れちゃうからね。転換はね、大変よ、本当に。一番大変。記憶が飛んじゃうしね、急に倒れて。まあ、倒れるタイプと震えるタイプと意識失うタイプといろいろあるんだけど、ロハコさんも転換でさ、よく気失ってバターンって倒れちゃうから危ないんだよね。あのでっかい体で大ゴケするからね。あ、大丈夫、うん、うん。まあ大変ですよ、いろいろ精神障害持ってたり。あ、パニック障害ね。俺もパニック障害持ってるよ。なんか配信中に2回ぐらい倒れたことあるよ。救急車呼ばれて、顔真っ白になって人混みの中で倒れて、もう助けてほしくて救急車呼んでっていう配信やって、そのまま運ばれるとか2回ぐらいあって、過呼吸を起こしてる、うん、だから図太そうに見えてね、意外と繊細なんですよ。配信でもなるんですね。いや、配信で助け求めたね。友達が全然いないから、もう配信でリスナーさんに助けてもらうしか方法を思い浮かばなくて。だいたい俺困った時はいつも配信開くよ、うん。リスナーさんが俺の友達だから。仲間だから。俺のこと守ってくれるから。甘えてばっかり。あ、皆さんもしよかったらツイッターもやってるんで、ツイッターやってる人フォローよろしくお願いします。朝と夜に薬飲んでます。そうだね。薬ちゃんと飲んだ方がいいよね。うん。ツイッターやってる方は、フォローよろしくお願いします。もうすぐ500人いくかな。ツイッターも。ゆっくりだけど、着実に増えてます。ありがとう。いつから始めたんですか？前はね、1万5000人ぐらいフォロワーがいたんだけど、もうそれ爆破しちゃって、最近始めた、これはね、2016年6月だね。だからもう5ヶ月ぐらい経つのか。この新しいアカウントはもう、それくらい経つ。2016年。11月だから。うん、6月だから5ヶ月経ってるから、半年ぐらい経ってるね。爆破した1万5000人あったやつ。うん。もういいやと思って。もう配信やめたろうと思って。一回減らって爆発しちゃったんだよね。
一回爆発したのはもう元に戻んないから。まあ、しょうがないよね。まあでも、ね、その分新しいリスナーさんが新しくできてるから、全然構わないなと思ってますよ。残り9分か。楽しい時間は早いね。もう1時間経つんだ。早いわ。やっぱ配信やってる時間が一番好きだわ。生きてる実感がある。みんなと喋ってああだこうだ言ってる時が一番楽しいよ。本当に。ふわっち来てよかったわ。最高だよ、ふわっち。俺の今の目標は、ふわっちナンバーワン配信者になることです。ぜひ応援してくれる人はよろしくお願いします。昨日14万5千円で寝落ちしてました。あれからね、結局3、4万入って、今17万5千円ぐらいかな。うん、今17万で。うん、おかげさまで。17万、今いくらだろう。17万4941円です。はい。今月の稼ぎはね。いや、太もも今筋肉痛、ストレッチやってないから。これ今日よーくほぐさないとダメだね。174,941円。先月の分と合わせると、まあ、20万いかないぐらいだね。誰かが花火一発打ってくれたら、ちょうど20万になるから、一発花火欲しいところっすね。一発。はい。はい。一発でーす。いい感じですよ。がっつり稼がせてもらってますよ。ふわっちの、ふわっちのリスナーさんには。和道リスナーいい人多いからね。うん、配信楽しんでくれるし、トークを楽しんでくれるからすごいいいね。喋り面白い人が、喋り好きが多いね。聞き上手、話し上手が多いから。うん、風船10個ありがとう。ありがとう。ふわりんこんにちは。うん、もう残り7分だけど楽しんでって。もう寝ます、僕は。いらっしゃい。何時頃からやろうかな。少なくてすいません。全然です。とんでもない。ありがとう。この、風船10個を有効に活用させていただきます。ありがとうございます。少ないとか多いとかないよ。それぞれあるから、生活が。そう。でも面白いなって思った時、相手にね、投げてくれるのはすごいいいことだと思うから。やる気上がるし、モチベーション上がるし。ありがとう。うん、大事よ。うん、塵も積もったらさ、だって1万人が10ポイントくれたら10万円だからね。やばくない？1万人が10ポイントくれたらもう10万円になるんだよ。そんなすごいことないよ。大事ですよ。うん、10円を笑うやつは10円に泣くんだよ。こればあちゃんに教わったね。うん、小銭をバカにするやつは小銭に泣くんだよ。大事なお金ですよ。それがまあプロでしょ。ドラム叩きてえな、久々。昨日のテンションを上げるよりもモチベーションを上げるって話ありましたけど、意図的にモチベーションを上げる方法ってあるんですか？アファーメーションで検索するといいですよ。アファーメーション、うん、要は自己洗脳みたいな感じなんだけど、自分の目的を毎日確実にタスクをこなせるようにやる自己洗脳ですね。はい、メンソーレ。あ、何？マリア沖縄なの？俺のじいちゃん沖縄で有名人だぜ。旅配信は沖縄最後だけど。俺半分沖縄なんだよ。ばあちゃん与那国で。沖縄な、最後の旅沖縄だから楽しもう。コッコが好きなんだよ俺。コッコのさ、愛する人を守るため、大切なもの気づくため、海へ出たのね。
嵐の中で戦って突風の中生き延びてここへ来たのねってなんだっけこれ強く吐かない者たち、ホッコ大好き、匿名係長さん、あざーす。風船じゃないや、花火あざーす。よし、ちょっと待って、痛い、スクワットやります。ありがとう匿名さん、いってー、超痛い今日、超筋肉痛い、痛い、2回痛い、やっべ、3回ありがとねー、やっべ、これ今日メンテ超やんないでやばいわ、今日ね、ダメージがすごい。5回。ありがとうございます。匿名係長さん。ありがとう。サンキュー。これでちょうど20万だぜ。アザース。頑張ります。いいね。いい感じだね。いやー、コッコはすごいよね。コッコの何がすごいってやっぱ心を開いて歌ってるのがすごいよ。だからもうボロボロになりながら歌ってるじゃん。かっこいいね、見てて。アーティストってそういうもんだよね。身を削って、うん、ポイントとともに乳酸が溜まりました。うまいこと言うね。うまいこと言うな。そうそう。なんかこう、アーティストとか表現者ってやっぱ自分の身を削って、もう公開オナニーだと思ってるから。公開オナニーできるやつが、アーティストとして才能あるやつだと俺は思ってる。だからもう赤裸々に語っていくっつうか、うん、そういう風になりたいよね。何でももうみんなに見せて、もう感情を揺さぶるぐらいのね、ワドを見てるともう涙止まんねえわとか、笑い転げるわとか、怒り狂うわっていう、うん、もうみんなの心をぐるんぐるんかき回すような配信者になりたいね、うん、喜怒哀楽がもう入り混じるこう世界観っていうか、そういうのが好き俺は。花火ありがとうございます。うわ、出遅れた。今花火購入したとこでした。おーし、ラスト2分だ、来い来い、ふわりいっちゃおうぜ。1回、今日きつい、筋肉痛、2回、超痛い膝、3回、4回、5回、ふわりんありがとう、ふわりんの分いきます。ふわりんありがとう、匿名さんありがとね、2発も、1回2回、ふわりんありがとう、コメントが嬉しいよ、3回、痛い、4回、5回、あー、ありがとう、超強超痛い、今日は超痛いわ、痛い、この内側の筋肉が痛い。多分ね、そこでスクワットしたから内側向きになってるんだよね。広いところとかでスクワットするとそうでもないんだけど、全身に負荷かかるんだけど、狭いところでやるとね、偏った筋肉使うんだよね。マリア、お、旦那のお昼ご飯作る。おい、行ってらっしゃい。ていうか、俺もこの間1分で放送終わるよ。うん。ありがとう、いつもみんな。じゃあ、最後、今日のフォロワーさんを紹介してお別れしたいと思います。今日と昨日ですね、ひろきゅんさんありがとう、ちいこさんありがとう、なつめちゃんありがとう、しげしさんありがとう、月野さんありがとう、マリアさんありがとう、クソビッチさんありがとう、トーマスさんありがとう、はるぴくんありがとう、はくたけさんありがとう、うるるさんありがとう、ももこさんありがとう、はなさんありがとう、坂本ゆういちさんありがとう、あしらさんありがとう、かたわくんありがとう、おまんちさんありがとう、うずまきさんありがとう、めがねさんありがとう、テニスさんありがとう、追求さんありがとう、マキさんありがとう、ナタリさんありがとう、マーヤンさんありがとう、ヒロトさんありがとう、ヨウちゃんありがとう、エミリーさんありがとう、マッコさんありがとう、リョウコさんありがとう、YK さんありがとう、みんなお疲れー。え、ハッチお疲れー。あ、ほんとにフワリン、ありがとう。うん。みんなお疲れー。うん、エミちゃんありがとう、フワリンありがとう。潜ってた？ディープインカバクト、フォローしてね、ディープさん。ゆっちゃんありがとう、お疲れ。あまねくんお疲れ。ちよお疲れ。メガネさんお疲れ。こだいさんお疲れ。みんなお疲れ。お疲れ。休日楽しもうね。土曜日、日曜日楽しもう。うん。笑って泣いて。酒飲んで。うん。いい時間に過ごしましょう。海崎さんかな？みじんこさんか。みじんこさん、いつも潜りにしてます。ありがとう、コメント。ナイスコメント。お疲れ。みじんこさんありがとう。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。